歌子木、歌子木、家材ぎは台湾の伝統芸能で台湾オペラとも呼ばれる。20世紀初頭台湾ギランで誕生した。歌子とは中文では小歌と訳出されるように民間歌謡を意味し、その内容は敏南語を主とし、大衆が品格のある言葉、または忠だたかを主とする故事を学ぶ機会とし、台湾では古くから 社会の重要な娯楽活動の一つとされていた。歌子木の姿は、ギラン地区の落ち地層であり、車鼓人等の要素を組み入れて、暫時発展した劇である。広大では高校劇、北間劇、京劇等の要素を取り入れ劇曲形式が形成されていった。日本統治時代の公民化運動及び国民政府の先代以降に行われた国語普及運動の中で、その活動空間は、 制限を受けるうになったが、伝統芸人が継承に努力、また、台湾の本土化運動の潮流の中で、再び発展の機会を獲得している。歌子木は、台湾のギラン地区で1900年前後に誕生した。七字あるいは五字の組み合わせを一句とし、四句で構成される方言を使用して歌われる、民間歌謡であった。初期の歌子木は、長州よりギランに移民した観族により、歌子 車鼓が電波し、それらが融合して、ギランの歌子が誕生した。歌国木の創始者に関しては、諸説あり、歌子助,来助、オーライスケ、ジンダカリ、ネココゲンなどの説がある。ギラン歌子は、初期は座って歌われる形式であったものが、後に登場人物が加わり演技や小作が加わり、さらに各種の服装や登場人物が加わったことで大規模な劇に発展していった。 歌子木に演劇形態が完成した後、台湾語による演出が加わり、また局長に歌謡象徴が加わったことで、台湾民衆の歓迎を受けるようになった。1925年には、福建省アモイ地区にも伝播し、福建全域で、1927年には、マレーシア、シンガポール、フィリピンなどにも伝わり、東南アジア華僑社会に広まり、 現地の歌子劇団が組織されるようになった。中国との全面戦争が始まった1937年、台湾総督府は公民化運動を推進、歌子などの中国語、台湾語による伝統文化を禁止、歌子劇は一旦消滅した。歌子木の役者は和服や日本刀を身につけ、日本の文化を歌うなど、総督府の宣伝活動に利用された。 1945年、日本の敗戦により、国民政府が台湾を接収すると、歌子木は復活するが、1947年から国語推進運動が展開され、台湾省行政長官公所宣伝委員会による上演劇目の制限が行われた。1950年代から大々的に推進された反響政策では、演劇内容の改善が要求され、台湾歌子木改良会、 台湾省地方儀劇共進会、台湾省改良地方儀劇委員会が相次いで組織され、その中で多くの劇名が上演禁止となり、ただたかの礼節を重んじた作品や反響と関連する題目として、女響き、延べ平福国、観光名だてなどの劇名が上演された。1971年、台湾省政府は、歌教水曜国語実施計画を発表。 1973年には教育部により国語水行弁法が交付され国語推進運動が強化されると台湾語は抑圧され1976年に交付された紅葉電子法により台湾語番組が制限され北京語によるテレビ歌子などが制作された1980年代以降台湾の本土会式の勃興により歌子の再評価が行われ 歌子劇団が国家劇院をはじめ、悪、地方都市の文化中心センターで上演されるようになった。1925年、アモイのリエンギ団の総玉大鳥が台湾歌子劇団員を招聘し、教授を受けたことで、敏南地区での流行が始まった。1926年、台湾の玉蘭藩はアモイ新世界劇場で連続4ヶ月の公演を行い、 九百二十八年には、台湾人が、福建省昇州寺路省寺泉宮で祖先への祭祀を行う際、台湾歌子劇団である山岳県による上演を行ったことで、アモイで大きな反響を呼んだ。その後、敏南地区では、様々な歌子劇団が組織されることになる。当時中国大陸で大きな影響を与えた台湾劇団員として、大水砲、温光塗りなどがあり、 特に、音高塗りの影響力は、非常に大きかった。福建の芸人である、張和会、林文章、両名とも、音高塗りの弟子、王建仙、五神山、六土河う森等と共に学んだは、歌子ぎの曲調に変化を加え、改良調を完成、台湾の楽器を排除した改良劇を提唱し、南館、南音楽器である、三弦、道章、 六角弦をそれぞれ台湾の月金及び品後、笛、各資弦や大広資源の代わりに使用して国民政府の取り締まりを逃げようとしている。ギラン畜葬期の歌こぎは、お乳う本獣歌こちと称された。これは簡単な歌と劇によるものであり、出演者は全員が男性、即席をおもとし、もに病界などに合わせて上演されていた。 現在でも鎮査官のように、ギラン地区には、落ち地層の形式を伝承している芸人が残っている。歌子儀は、紙幣劇、八花最茶劇、高校劇、乱ン,ン劇の上演様式を取り入れ、またその振り付けや衣装などを模倣して、次第に、その上演形式を完成させていった、老歌子。台湾での描画では当初は、緩和系統の北間劇でムク神を演出したが、 後に歌子木が無くい上劇名を上演するようになり、台湾民主に広く受け入れられた。無くい上劇は、奮戦劇と、静劇に分けることができ、初期には、奮戦劇は、北韓関話の演出であったが、近年は、台湾語で上演するようになってきている。静劇は、日劇と夜劇があり、初期は、日劇は、ランダン劇、夜劇は、歌子木の形式が採用されていた。 屋外舞台の歌こぎと屋内舞台の歌こぎが中心であった時代、歌こぎの演出は幕表劇の上演方式が採用されていた。これは幕表と呼ばれる筋書きを記して楽屋に貼り出される幕府をもとに弁士が劇目内容を説明しながら舞台で上演されるものであり、上演者同士の呼吸を合わせることが重要であった。 この上演方式では上演者のセリフが重視されており、台本は、区伝されたセリフを筆記した、口述台本であった。日本統治時代、屋外舞台での歌子木は、台湾民衆の支持を受け、中国から多くの劇団が台湾を訪れ上演するようになった。歌子木は、復讐の布系、連本劇形式の影響を受け、また、胸劇の武だ、未段と、 ラツズミ店などを取り入れたことで非常に精細な内容に変化した。当時の台湾では、京劇は外絵劇と称され、1910年代に台湾で流行したが、1920年代になると、その人気に陰りが出るようになり、台湾にやってきた京劇劇団は劇団を解散し、劇団員が歌子劇団に参加したことで、ブダの要素が入ることとなった。 多くの劇場では歌子木の上演を行うようになり、観客は入場券を購入する形式が誕生した。また劇場は上演者による街中での宣伝活動を行うようになった。この時期、歌子木劇団は劇場で数ヶ月にわたる公演を行い、また舞台装置による演出も高度化し噴水が使用されることもあった。1915年頃、古健境は 日本人が経営していた、淡水劇場を買収、新舞台と解消し多くの歌子木劇団を招待し、上演した。公民化運動が推進されると、歌子木の衣装は和服に改められ、日本語による上演を迫られた時期もあったが、戦後には再び屋内舞台の歌子木は再び流星を迎え、1950年代には、 台湾全土で300を超える歌こぎ劇団が舞台で活躍していた。その後テレビ放送の開始により、庶民の娯楽が変化、屋内舞台による歌こぎは衰退していくことになる。1954年頃、台湾の民本、中高、生成、民生、国声及び花声などのラジオ放送で歌こぎが放送されるようになった。当初は舞台の歌こぎを、 録音放送していたが、やがて各放送局が自身の歌こぎ劇団を設立するようになり、1960年代に最盛期を迎えた。ラジオ歌こぎでは聴覚に依拠しているため音楽面の発展があり、中広町、豊原町などの音楽が誕生した。当時最も人気のあった歌こぎ劇団としては、生成による天馬歌こぎが挙げられる。1955年。 トバパンは台湾で最初の歌小ぎ映画である六歳出生奏記を制作した。この作品の興行成績はかんばしくなかったが、くぬぎ川学者の陳清さんが花京電衛生編講師を立ち上げ、1956年に、節平高与大だからくしろ、主演、竜梅栄、呉壁玉などが上映されると、それ以降映画化小木が次々に発表され、 長編舞台歌語儀の内容を凝縮し、2時間から3時間でまとめたことで多くの監修の指示を受けた。現在の台湾で最も目にする機会が多いのがテレビ歌子儀である。1962年に台湾電子台が開局されると歌子儀はテレビのスクリーンに登場することとなった。最初に放送されたのは金宝岡劇団による妖霊花であった。 テレビ歌子儀は芸術面から見ると象徴主義から写実主義への転換であると言える。例えば馬が登場するシーンでは小道具の馬ではなく実際の馬が使用され、未段表現が消失、その他にも昇空も使用されなくなった。また、台湾語番組の放送時間が30分程度と限定されており、オープニングとエンディング、そして広告を除くとわずか21分となり、 歌謡部分を表現すると、その途中で広告となるなどがあり、歌謡表現が著しく減退し、連続時代劇のような作風になっている。当時のテレビ3曲はそれぞれ歌こぎ番組を、放送中止の効果をレン、話の派を、大師のよう例話しており、視聴率獲得競争が激化した。百七十三年に、国語推進運動が展開されると、保定劇と共に歌こも、 一定期間放送されなくなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。